サリちゃん、いきますよ。サリちゃん、ちょっと待って、いきますよ。いいですか。熱い。こんばんは、松坂恵子です。よっよっよっ、松坂です。先日ですね、ちょっと人にメイクをしてもらう機会があったんですね。でメイクの色をね、ピンク系、おねえ系って言われたんです、恵子。そしたらね、どうやらね、ピンク系、オレンジ系だったんです。なんちゃってカラーセラピスト界の松坂恵子こと、親父ギャグカラーセラピストの宇治家のりこの親父ギャグでブレイクタイム。ビヨーン、ビヨーン。気づいてくれました。これおにゆ作りました。おにゆ、ちょっと作ってみました。はい、親父ギャグのブレイクタイム始まりました。今晩もよろしくお願いします。すごいね。なんかあのキョンキョンもね、この前の番組のね、島田のキョンキョンも女優デビューしたってことで、ね、私もあの松坂恵子ってことで、親父ギャグ、あ、違う、カラーセラピスト界のね、松坂恵子と自称しておりますけれども、よろしくお願いいたします。女優つながりでこのままいいノリでいきたいと思います。ノリノリノリコでね、はい、ということで、北海道生まれのどさんこの私、宇治家のりこが、静岡でご活躍されている方をゲストにお招きして、親父ギャグをちょいちょい入れながらですね、話の腰をぐいぐい折りながら、楽しく、ご活躍を、ね、ご紹介していく番組です。番組の最後の方に素敵な特典がございますので、最後までお付き合いくださいますよ、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日の、ゲストさんなんですけども、女性のメンタルアドバイザー、メイヤの宮城島香里さんという、素敵な女性にお越しいただいてるんですが、まあ、女性メンタルアドバイザーっていうのは、ね、いろんなこうアドバイザーがいるんですけども、あの、まあ、香里さんの場合はね、産後間もないこうママに寄り添って、あの家事とか育児をね、こうサポートするあのアドバイザーさんなんですけども、あのその他ね、産後ドゥーラとしてもね、ご活躍されていらっしゃいます。いろいろね、栄養士とかマタニティ、立ちアドバイザーとかね、整理整頓、整理収納清掃認定講師とか、アストラル、もうね、覚えきれながら書いてるんですよね。アストラルスリーピングとか、トゥーリーディングとかね、あと女性の冷え対策の布ナプキンなどをね、取り扱ったりね、いろんなね、顔を持ってるんですね。はい、私もね、女優とかね、カラーセラピストとか、いろんな顔を持ってますけどね、もっともっといろんな顔を持ってるね。今日は、素敵な、宮城島香里さんにゲストにお越しいただいております。ということで、どうぞお入りください。つけていいですか。いいですよ。よありがとうございます。どういたしまして。ドキドキしちゃうな。ドキドキしちゃいますね。今日ありがとうございます。よろしくお願いします。では早速ですけども、はい、簡単な自己紹介をよろしくお願いします。はい、産後ドゥーラーとしては産後のお母さんのケアをさせていただきます。はい、簡単に言うとホームヘルパーみたいな感じで、はい、お家に入らせていただいて、はい、家事とか、はい、あと、まあ、沐浴とかね、はい、この赤ちゃんの方のケアと、はい、あとお母さんの気持ちに寄り添う感じをさせていただきます。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日どちらから、すごいお越しくださったんです。菊川です。菊川から。すごいですね、遠いところから。ありがとうございます。そんなとこもないでしょ。本当ですか。あの、私からすら全然遠いと思うんですけどね。高速で2つ、高速で2つですよね。牧之原で、お金かけて道路乗ってきてくれてるわけです。道路公団にみたいな。そうですよ ね、無料じゃないですか、ね、お金かけてここ来てくださった。いつか無料になることをお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、今日ね、いろんなね、ちょっと資格があるってことで、はい、ちょっと事前にね、うん、まあ、何とかお願いして、ちょっと2つに絞ってもらったんですけど、はい、今日はそのトゥーリーディングと、はい、産後ドゥーラっていうね、はい、そのな、産後ドゥーラって一体ドゥーラだっていう感じなんですけど、ドゥーラそっちに行ったか。ドゥーラは人に寄り添うっていう意味になります。そうなんですか。なんで、あの、まあ、ギリシャ語の語源になるんですけれども、人に寄り添ってその人を助けるという女性に多い職種になりますけれども、はい、ドゥーラからちょっと行きますか、せっかくなんで。あ、はい、見ましょう。ドゥーラ、ドゥーラ、どんな感じでドゥーラ、どんな感じで、今ローラに気づいてちょっと悲しかったんですけど、ね、そう、ドゥーラ、ドゥーラですね。で、まあ、県内に4人か5人ぐらいしかいないので。あ、そうなんですか。そうなんです。
あの認定されてるものはそのぐらいしかいないです。あの、まあ、違うところだとね、結構それぞれお手伝いが入ってくれる方がいらっしゃったりするんですけど、うん、はい、ちゃんと一般社団法人っていう協会があるんですね。はい、あります。その認定は受けているので、はい、苦しい勉強しましたよ。うん、まあ、ちょっとあのプロフィールをね、ちょっと事前にちょっとお聞かせいただいたら、なんかとてもそんな、まあ、ちょっと失礼な、ね、言い方ですけれども、すごいなんか苦労されて5人目のお子さん出産した時に大変な、なんかこう、あのなんか切迫入産されたり、あ、入院されたりとか。 3人目ですね。あ、3人目の時ですか。3人目の時に切迫で入院1ヶ月して、4人目、あ、2人目でして、3人目の時は、うん、2ヶ月ぐらい台の方にお世話になり、その頃の看護師さんありがとねみたいな。あ、びっくりした。そうです、そうです。で、5人のお子さんいらっしゃって、じゃあ、はい、その2人目からもじゃあちょっと出産される時にいろんな、こう、ね、大変な思いされたんですね。なんで、あの、うん、中には一応子宮腱、うん、なんていうかな、はい、あの子宮外妊娠とかもやったこともあるので、まあ、その子は自然流れてくれたので何事もなくなったんですけど、なんで、あの、ある程度のことは一通り、はい、しています。そうなんですね。はい、まあ、そういった経験をね、なんかやっぱり、まあ、ちょっとそういった心と体のやっぱりその、まあ、なんていうかな、その傷っていうかね、なんかなるじゃないですか。そうですね。だけどそれを、まあ、うん、同じような女性もね、たくさんやっぱり言わないけどもいらっしゃるかもしれない。そういう女性のために自分のなんかその経験をこう生かそうって思われたということでね。なんかその活動って、まあ、実際にこうそういうふうになんかお願いされることがあるんですか。それともやっぱりこう香織さんからこう、あの講座をね、うん、さして今回も、はい、あの、はい、はい、ここで掛川でやりますけれども、うん、はい、あの子育て講座をちょっとさせていただいたりとかもします。はい、もうちょっと前に、あ、8月27日の、はい、はい、そういうので、あの講座をさせていただいたりとかもしています。はい、どのようなこの話の簡単な、ね、その時は、あの、はい、子連れのお母さんたちを、まあ、座談会みたいな感じで、はい、演座を組んでいただいて、いろんな心の悩みであったり、はい、子育ての相談であったりとかね、例えば、兄弟間なんだけど喧嘩ばっかりするんだけど、はい、どうしたらいいのとかっていうのを、ちょっと魔法の言葉を教えますよみたいな。魔法の言葉いいですね。言わないですよここでは。言わないで、なんだ、言ってるのかと思って話しません、魔法ですから、夫婦喧嘩に使うかと思ったけど、夫婦喧嘩には使えないかな。そう、内面は子供なんですけどね、使えないかな、産んでないと使えないかな。そうなんだ、残念だな。産んだ子にしか使えないから、あ、そうなんですね。はい、その素直な純粋な子にしか聞けない。いや、汚れてないよ。なるほどね。これは場所は掛川の縁富士ってお寺さんでやります。うん、これ参加はあれなんですか、申し込みとかは、ね、していただけると嬉しいですけれども、うん、一応無料なので、うん、その時に来ていただければっていう形で、ね、はい、1時間ぐらい一応こう座談会でお話しして、30分ぐらいは一応個別でもお受けする形になるので、どうしてもね、みんなの前で言えなかったりすることもあるので、ちょっと来てくださいみたいな、体育館の裏に呼ばないでねみたいな感じですけどね。なんか学生時代ね、あの、私たちの時代の時はこうスカートの長いね、髪のこうソバージュって言わないね今ね、もうね、なんかこうね、上級生に呼ばれてね、ちょっとおいでなんて言われて、うん、ね、あったね、こういうそうじゃないからね。えってなるほどね。じゃあこちらの会っていうのは8月27日はそのお母さんだけで行く感じですか、なんかお子さん連れでも大丈夫ですか。お子さんも来て全然大丈夫です。おもちゃとかも置いてあるので、うん、子どもたち遊ばしながらで全然構わないので、はい、じゃあまあ30分はなんかまあそのお話で30、あ、まあでも1時間半か、まあ、1時間はお話、みんなで、うん、まあ、共有するって感じなんですけど、30分間はいるので個別にっていう形でもできますよって形でさせていただきます。なるほどね、はい、確かになんかこう、そう、うちのね、あ、まあでもあれか、うん、ちょっと個人情報になっちゃうけど、あのね、あとでじゃあ内緒で、内緒でっていうか、はいはい、いや、なんていうかな、まあ、ちょっとほら、若いお母さんが例えばその、うん、実家を離れてて出産、まあ、出産するときは実家での病院で産むとかってよく言うけども、うんうんうん、その時実際子育てするときは、うん、結局またその離れてね、自分の親元から離れて一人で子育てしなきゃいけなくて、うん、でやっぱりどうやって、まあ、ほら夜泣きしたらどうしようとか、なんか結構近所でその、うん、もう確実に若いお母さんなんだけど、うん、赤ちゃんいつも抱っこしながらこう、多分ね、ストレス溜まってるんだなと思うんだけど、タバコ吸いながらね、こう歩いてたりするんですよね。なんかね、うん、すごいして痩せてるの、
で自分なんかもう見るからになんか疲れ切ってるから、うん、あなんかほら分から誰に多分相談していいか分からない、そう情報過多になっちゃってるから、ね、うん、いろんな情報が入ってきてる分、うん、どれを頼っていいかが分からなくなっちゃってるんですよね、うんうん、で経験しててこうだよっていうことが言えると多分分かるんだけど、うん、そうじゃないと、うん、だっていつまで続くのみたいな、うん、夜泣きいつまで続くんですかみたいな感じになっちゃうと、もう自分の中でパニックになってるんだろうなと思うんですよ ね、だからそういうなんかそういう人にこそなんかこういうあの、うん、話し会があるんだよっていうのをやっぱりたくさんね知っていただきたいと思うんですよ。だからやっぱりこういうヤイズテレビとかでやっぱりこういうの知ってもらって、多分ね知らないんですよこういうことあるの。そうですね、私たちはなんかこういうの知ってるから、なんか知ってる感じで言ってるんだけど、本当に必要な人はまたこういう情報知らないんですよね。で結局自分がもうどんどんこうストレスとかって、それで虐待に行ってしまったりとか、うん、そうそうそう、ネグレストに行っちゃったりとかってするので、うんね、その前の段階でね、うん、できたら ご相談ください、ね、だから別に自分には関係ないって思わないで、うん、あなたのお友達で、あの、ね、子育てしてる方とかいたらぜひね、あのこういったお話会があるから行ってみたなとか、うん、でも一人でね行きづらかったら私と一緒に行こうとか言ってね、ちょっとまあ何人か集まっていただけるんだったらその場に行ってもいいので、うん、あなるほど、香織さんからね、うん、そう連絡をいただいて、いい、ね、うんうん、まあ、5人ぐらい集まりますよ、うん、ちょっと料金は発生するにしても来ていただいて、うんうん、みたいな感じで、ね、うんうんうん、話もするので、ぜひ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 ね、あの知らない人にこそね本当こういったお話っていうか情報をね伝えたいと思いますので、うん、ぜひぜひね、あなたのお友達でね、あの子育て中の方とかいたらぜひぜひあのこの情報をお伝えしてください、はい、よろしくお願いします。産んだばっかりじゃなくても大丈夫ですよ、ね、小学生でも、あ小学生でも、小学生でも大丈夫です、うん、ね、うちには大学院生から小学生までいますから、はい、おお、すごい、よりどり緑、さつき緑ですね、ね、真似した方がいい、さつき緑、ね、できないけど糸緑でもいいけどね、本当に飛べないし、ジャンプ飛べないという感じで、はい、ね、親父でありがとうございます、はい、そして今日ね、もう一つね、はい、ですごくね、まあ、そんな、まずよろしくお願いします。そしてもう一つ、今日はトゥーリーディングって、はい、トゥーリーディングってさ、トゥーって何かなと思ったけど、ね、トゥーって2じゃなくてね、じゃあ2回しか受けれないのか、そうじゃないですか、違います、そうじゃない、あの足指のトゥーです、トゥー、あのトゥーシューズのトゥー、トゥーシューズのトゥーですね、トゥー、あ、私も、そう、足、そうで足指のリーディングってこれな、何を、まあ、こういう感じのチャートが、うん、チャートあるんですけど、チャートだけにチャート見せていった、チャート見せていいにするか、私がじゃあチャート、うん、香織さんの顔を描く、そうなんで、でも見えるかな、見えるかな、こうやって、うん、あの意味がそれぞれあるので、うん、どういうことですかね、それからあの読み解きをしていく感じですね、はいはい、例えばちょっと実は、そうそう、私実はこの間買い物に行って、買い物カートの歯車に足巻き込んで怪我した、足の指、人差し指と中指、今青タン菅原で内出血してるんですよ、菅原だなね、菅原松坂ですけどね、はい、そしたらその後あのちょうどね、香織さんちょっと会う機会があって、あの右足の人差し指と中指怪我したんだって言ったら、ね、なんとどういうことなんですか、コミュニケーションと、まあ、行動なので、まあ、自分で行動をブロックしているのか、また邪魔が入っている状態っていうのかな、自分がやりたいと思ってるのにそれを誰かしら強制的にストップってかけられてる感じっていう、誰かしらに、それ自分自身、空の人かもしれないし、自分自身かもしれないし、それは読み解かないとちょっとお話しないとね、分かんないですけどね、はい、そういったことがね分かるんです、そうなんです、これなんかこう受けられた方って、まあ、早い方はその日に事態が急変していい方にガーっていったっていう、読み解くだけじゃなくて状況まで変わる、変わりますね、それは何、うん、どうして変わるんですか、ね、その方はお仕事のこと悩んでたんだけど、うん、まあ、自分では気づいてる、どうしてもそこから行けない、どうしようみたいな感じだったんですけど、はい、一応そういうのリーディングさせていただいて、うん、もう帰ったその日に物事変わりましたって連絡が、もう自分が思った方にガーって動いちゃって、もう急速にガーっていっちゃったよっ、ね、それはなんで、それなんか変わるんですかね、自分の意識もあると思うんですよね、自分の意識が変わるから、うん、そうですね、意識改革の方が近いかな、性別は変わらないですね、変えたい変わったら怖いけどね、変えたかった、あ、ハイチズって言った方がいい、じゃあ可愛いの撮ってもらえますか今日、はい、じゃあちょっと可愛い、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 はい、可愛い、可愛い、ありがとうございます、なんか支配人はキョンキョンを撮ってっていう、うん、トゥーリーディング、はい、はい、あります、
どんな方にこうおすすめですか、このトゥーリーディング。トゥーリーちょっと悩み事があるんだけど、うん、っていう方でもし悩んでない方でも意外にこう出てきちゃう、うん、イベントとかでね、うん、させてもらうとそんな悩んでるわけではないんだけど、うん、ちょっと好奇心でみたいな感じの方もいらっしゃるんですけど、ね、意外にそこから、うん、実はこういうことだったんですよ、うん、みたいなのが出てきたりとか、うん、そうなんですよね、なんでこの前の方でそんな悩んでないんだけど、うん、気になるのはこの指ねって話から、うん、それがちょうどこう譲渡とかね、うん、あの関係の指だったんですけど、うん、まあお話ししていったらあのお姑さんのことでね、うん、やっぱちょっとこう当たってたりするんだけどっていう話で、うんうん、でもまあ、はい、そこが気になってたから、はい、ここに出てるんですねみたいな感じで出てきたりっていうのかな、うん、じゃあまあ悩みないけどもでもなんかそういう人がこう受けようとは思わないかもしれないね。なんか足のマッサージしてんのかなって最初思うよね。パッと見て、ね、あそうですね、うん、なんであとはあの、まあ、夫婦間で悩んではないんだけど、うん、一応ちょっとこう旦那さんと当たってるんだよねっていう方がいらっしゃって、うんうん、まあ、それ後から話してくれたんですけど、うん、それもやっぱり関係性、うん、ここですねが出てきて、うん、年齢も大体このぐらいですけどって話したら、うん、あ実はそこが結婚したぐらいで、うん、っていうことでじゃあこう実は旦那さんのことでちょっとこの頃はよく当たるあるからってじゃあその結婚した時を見直してくださいねみたいな感じの意味のメッセージだったんだねみたいな形で、まあ、それも全部あのクライアントからね答えを出してもらうんですが私たちは聞く側なので引き出す側なので今日どこから来てるんでしたっけ。聞く側から来たよ。あそこから来たよ。聞く側から来た。聞く側が来た。不思議ちゃんじゃないつもり。ごめんなさい。不思議ちゃんじゃないつもりですよ。いいんでさらっと流すもん。そうそう。ちょいちょいちょいいますけどね。ちょいちょい、はいはい、ね。なのでそうね足なんだけど結構ほら病は気からっていうように体に出るところって意外と心がね反映して出てたりしますもんね。そこすごいね足から分かるっていう。足が一番素直だと思いますよ。あそうなんだ、うん。そうですよね。なんで体いっぱいあるのになんで足なんだろうっていうね。うんうん、そうまあ、うん、一歩出すっていう意味でここに着手してるってことですね。あなるほど。人生のために一歩出していくためにって言って、うん、まず足から出ますっていうのでここに着手してるっていうこともありますね。うんうんうん、私イケメン見たらすぐ手出ちゃう。手か？手スーパーつけんじゃなくて？うん、あ、つばもあるね。私はそんないきなりそんなディープなことは。手からね。どんな想像やね。まあ私はねイケメンは手から手出ちゃうけど、まあでも確かにね行動する時って足からですよね。ね。なんで足が出るために今立ち止まってることをどうやって出そうっていうののお手伝いですね。うんうん、なるほどね、うん。じゃあまあこれ体験されたらまあそんな。体験されただけでなんか状況が変わったりとか変わったりとか気持ちが変わっていったりするかもしれないですね、うんうん、そこに気づくとさっき言った結婚もそうなんだ、うん、あその時どう思ったかっていうのを思い出すと、うん、あその時はもう自分が好きで好きでだったりとかすると、うん、あその時思い出したじゃあ今の旦那さん見てもその時のことがあれば乗り越えられちゃったりとかするかもしれない、うんうん、あなんかその初々しい時のねそう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 、まあ、ありがたいことって当たり前になって忘れちゃうからね、うんうんうん、やっぱそれを忘れないっていうことですねでねうん、でこう足っていうのはやっぱりこの私たちの土台、まあ、チャクラでいうとグラウンディングっていう、ね、そうですね、うん、基本になる土台になるところだから、うん、やっぱりそこを大事にするという基本をね、 基本はねたまにいいこと言う私もねいや素晴らしいと思いますよたまにね真面目なこと言わないとねなんか本当に真面目な話できないのかなと思われちゃうねあそうなの、うん、それは知らなかったそういう話もするんですね私真面目な人だから、うん知ってる知ってるさ知ってるツッコミどころなかったごめんね知ってる知ってるよっていうところでねはい、はい、ありがとうございますちなみにトゥーリーディングってどうやったら受けられるんですかこちらの連絡先に連絡をいただければと思いますかなネイヤって言うんですねはいあの屋号ネイヤって言いますネイヤまあ近いですね。ネイヤの意味自体があのお姉さんというか、そうそうあのそうあのお歌で夕焼け小焼けの歌でね、ネイヤが嫁に行きみたいな歌がありますよね。あれってだからお姉ちゃんがっていう意味で助けてくれる人っていうのかな。なんで昔とかはお家にあのネイヤさんがいて、ね、家事のお手伝いとか育児のお手伝いっていうのかな、見習いの人がいたりする。そこからそういう意味から来てたね。そこから来たネイヤで付けました。ずっと気になってたの。どういう意味からみたいな、うんうん、そのところから取ったネイヤです、はい、じゃあ電話番号がもしじゃあということでさっきの産後ドゥーラね、はい、あの話聞きたい方と、はい、あとこういったトゥーリーディングって足裏のねこれ出した方がいいですか、うん、はいみんなお問い合わせは 08094480-6555
080-9480-6555 にお電話ください、はい、またはメールアドレスでも大丈夫です、うん、大丈夫です。メールだとメールアットマーク、うん、7280.info@at-ml.jp ですね、はい、こちらの方にメールしてください。 はい、あとなんかね、あ、そうか、ホームページはないんですか？あります、ありますか？ホームページも あります。ネイヤでは検索されないか。ネイヤでもね、検索される、多分出ます。静岡ネイヤとか、静岡ネイヤとか、菊川ネイヤとか、菊川ネイヤで検索してください。多分一件しかないはず。はず。ネイヤだけだといろいろちょっと出てきちゃうかもしれないけど。なるほど。じゃあネイヤ菊川とか、はい、ネイヤ静岡、はい、宮城島香里さんって入れた方がいいです。名前は、名前も多分入っていると思うので。じゃあこちらの名前で検索してください。うん、はい、じゃあ森田検索が出てます。ボカレーっつって。僕は本当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 ということで、はい、ちょっといい時間になりました、ね、いい時間になりました、はい、じゃあここいらで、はい、いつものあれをじゃん。親父ギャグカラーセラピストのりこのイメージカラータイム、勝手にゲストさんを色にイメージしちゃう、ドワンっていうことで、はい、はい、じゃあ香里さんのイメージね。イメージね。じゃあいきますよ。はいはい。ドラムロールスタート。ドル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 。じゃん。土？土？どっち？どっちどっち？こっち。はいはい。そう、今日なんかとね、緑のお洋服着てるんだけど、でもね、ちょっとね、今ちょっと迷ったのね、パープルか、うん、インディゴに迷ったんですけど、うん、インディゴに、うん、インディゴでインディゴっていうことでインディゴにしました。インディカ、はいはい、インディゴは、まあ、パープルとちょっと似てるんですけども、やっぱりこう宇宙の色なので、なんかこう果てしないとか、うん、なんていうか潜在能力とか、うん、まあね、現実逃避とかね、そういった意味もあるんですけども、うん、あとはその隠された能力とか神秘的個性、うん、個性とかっていう意味があるんですよね。あとはね、そうそう、導くっていう意味があるんですよ。だからね、なんかその、うん、香里さんってね、こう人をね導くなんかね、うん、雰囲気があるんですよね。本当に、うん、さっきのほら女性のね、子育ての女性をなんかこう癒してあげて、いい方にね導いてあげたりとか、なんかこうトゥーリーディングでその人のね、あの潜在的な気づきをね、うん、得られるようにこう導いてあげる、お手伝いをする、はい、なんかそんなイメージが。それでなんかね、もっともっとね、いろんな資格をお持ちですけれども、なんか本当にね、すごく能力がある、なんかもっともっとまだ隠された能力がある方だなってすごく思う。女優になっちゃうとか、うん、あ、それもあるかも。このね、ひょんきょんに続いてやっちゃうかも、舞台女優とかね。どうしよう、うん、ぜひぜひ、あの舞台で何回もでんぐり返し、でんぐり返りね、できるかな、記録更新してくださいなんかそのね、宇宙のような、なんかこう果てしない霧のないね、そしてなんかこう癒してあげて、なんか人を導いてあげるような、なんかそんな癒しのイメージがあって、ありがとうございます。はい、インディゴにしましたけど、いかがでしょうか。まあ、好きな色なので、あ、今回もね、これもインディゴブルー、うん、あ、本当だ、あ、本当だ、うん、インディゴだ、インディゴブルーなんで、インディゴブルーなので、うん、なかなかインディゴってことで、はい、インディないかい、インディないかい、インディないかい、ありがとうございます、ありがとうございますということで、はい、ここまで、じゃあ番組をお待たせしました。ここまで番組をご覧くださった あなたに素敵な特典がございます。なんと、八重洲テレビ見たよって言うんでしょ、うん、八重洲テレビ見たよって言って、香里さんの、うん、先ほど あのお話し会でもいいんですよね。お話し会でもいいし、大丈夫ですか、うん、お話し会、お話し会と別の時にしますけどね。あのお話し会で言いましたよって言えば、じゃあ別に時間帯にね、特典 は別にするけど、うん、その日にはやれないですけど、その日はやれないけどもね、うん、まあ、お話し会と、あとトゥーリーディング、うん、まあ、でも他でもいいんですよね。そうですね、サンゴドゥーラーの方とかでも、お話し会でも、うん、トゥーリーディングでも、他のね、あのことでも、もしなんか香里さんのものに、あのなんかお申し込みをした場合ですね、はい、なんとお申し込みをした方に出していい、出していいですよ、出していい、もう出そうあのこういうカードリーディングをさせていただこうかなと、はい、なんとカードリーディング無料で、無料です、無料で、無料です。お時間は 何分ぐらい、10分から20分ぐらい、すごい、すごいですね。普通ね、やってもやっぱり 2,3 千円ね、2,3、うん、あの料金かかることに、なんとこういうクリスタルカードっていうカード、ね、クリスタルアライカードって、クリスタルキングじゃなくてね、キングじゃねえよ、ああ
てしまい、あの一緒に歌ってしまいますからやってましょう。いいねいいね。そうそうね、クリスタルキング、あの歌聞くとトイレ行きたくなっちゃうね、子供の頃から。なんで？なんでか分かんないけど。なんで？なんで？分かった人はこちらまで。ということで、まあ、こちら の,、はい、あ の, ね、あの香里さんの先ほどのお話し会とか、うん、あとはあのトゥーリーディングの方ね、お申し込みいただきましたら、こちらの、ね、お話し会とか、こちらね、こちらの方にお申し込みいただきました方に、うん、こちらのクリスタルカードセッション、ね、10分から20分無料でセッション鑑定させていただけるということなので、はい、ぜひぜひ、お申し込みください、はい、でお申し込み先が、まあ、電話番号でいうとこちらですね、080-9480-6555、ネイヤさんね、まあ、宮城島香織さんまでお電話の方お願いいたします。最初に言ってくださいね、焼津テレビ見たよって。焼津テレビ見たよって言わないと。そうだね、そうそう、うん、後から見たんだけどって言われてもちょっとそうそうそうってなっちゃうので、そうそう、遠慮せずに焼津テレビ見たよってのを先に忘れずに言ってください。じゃないとクリスタルキングじゃなかったクリスタルカードはできないかなって、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、ということで、あっという間の食べ頃なんですけども、はい、ね、あの本当あっという間なんですけど、なんか最後にこれだけはちょっと言いたいってことありますか。一人で抱え込まないでくださいっていうだけですね、はい、抱え込まないでください、うん、育児にしても、うん、あのいろんな悩み事にしても一人で抱え込んじゃうから、うん、どうしてもあの行き場がなくなってしまうので、うん、ぜひあの、はい、こういう人間がいますので、はい、ご連絡いただけたらと思います、うん、はい、ぜひぜひね、もう見た感じこう優しくてフランクな感じ、フランク長いじゃなくてね、うん、フランクな感じで、今どうって言ってか分かんなかった、どう返していいか分かんなかった、ね、ごめん、こんな感じでね、こうきフランクで、ね、気軽にこう、はい、あのご相談できる香織さんなので、ぜひぜひね、あのこちらの方にお問い合わせください。で、焼津テレビ見たよということでお問い合わせください。よろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、今日のゲストさんは、はい、女性のメンタルアドバイザー、メイヤの宮城島香織さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では次の番組は笑いヨガ講師つかちゃんの癒しタイムになります。いなくなっちゃったね。あの静岡の焼津テレビの草薙剛って言ってます、声がということで、ってことで引き続きご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。